皆さんこんにちは、皮膚科医の友利新です。最近敏感肌に悩んでいる女性増えていますよね。今回はそんな敏感肌の特有のシワが発見されたということについてお話ししていきます。そもそもシワってどうして起こるのかって言いますと、もちろん加齢によるもの、年を取っていくこと、そしてあと紫外線、そして乾燥、この3つなんですね。なんですけれども、じゃあなぜ敏感肌特有のシワがあるかという話なんですけれども、まずシワで気になるものっていうのは、この目尻だったりとかほうれい線の線のシワ、それ以外に敏感肌というのは綿っていうもののシワがあるんです。皆さんなんとなくこう乾燥肌、敏感肌の人というのは基本的に乾燥しているので、敏感肌の人ってこのおでこの方にちょっとシワシワシワっとあったりとか、目の横ではなくてこの下ですね、この頬だったりとか目のこの笑った時のこの辺ですね、こういうところに面でシワができているような印象ってなんとなくありませんか。これが実は敏感肌特有の綿じわなんです。ではこういった線じわだったり綿じわが何で起こるかをお話ししていきます。まずこう目尻だったりほうれい線の線じわです。これはもちろん普通の人は加齢によって起こってくるんですけれども、そもそも敏感肌の人というのは乾燥があって皮膚のバリア機能が低下した状態です。そうすると慢性的に炎症が起こっている状態なんですね。真皮、コラーゲンとかエラスチンがあるところ、皮膚の弾力を司っているところですね、そこに微細な炎症が繰り返し繰り返し起こるんですよ。そうすることによってコラーゲンやエラスチンが変性して深い線じわができるということになります。そしてもう一つ敏感肌特有の綿じわですね、おでこだったりこの目の下の方、これはもちろん乾燥によるバリア機能が低下しているっていうこともあるんですが、それにプラスしてこの表皮の角化細胞というのが硬くなってしまうことが分かったんです。この硬くなってしまったことに表情が、このおでこだったりこういった目の下って喋るごとにこう表情を作る、この表情の微細な運動がずっと加わることによって、皆さん考えてみてください。硬いものがこうしなやかだったらこういろんな、弾力があってなかなか線はつかないんですけど、硬いとそこが動くたびに亀裂が入るっていうことは皆さんも分かると思うので、そうすると乾燥して硬くなった表皮にこう表情の動きが加わることによって綿のシワができていってしまうんです。これが敏感肌特有の綿じわと線じわになります。これが起こる原因はやはり乾燥があってバリア機能が低下していて細かい炎症が起こってくることがベースにあります。なので乾燥肌の人、敏感肌の人というのはやはり乾燥を抑えて慢性の炎症を抑えるような効果的なスキンケアをするようにしてみてください。